ロホ・サチオは、ロシア連邦北オセチア、アラニア共和国ウラジカフカス市出身で大竹部屋に、所属していた、元オズノーリキシ。本名は、ソスラン・フェイリクソビッチ・ボラーゾフ。ロシア国籍のオセトビト。最高位は、東小結。得意技は、右四つ、より、上手投げ。趣味は、ロシア映画鑑賞と、音楽鑑賞。好きな格闘家は、 エメリアー・エンコ・ヒョードル、愛称はソスラン。弟は北の海部屋に所属した元オズ撲力士、リハクロさんであり、初の海外出身の兄弟セキト取である。父親はロシアでレスリングスクールの指導者をしていたという。16歳からレスリングを始め、18歳の時に世界ジュニア選手権のフリースタイルで優勝する。ただし、国際レスリング連盟のデータベースでは、 1998年、世界ジュニア選手権の勝者に、ロホーの名前はない。また、ソスリン・フェロックス・ウィッチ・ボーラ・ジャウフの名前は、蒸気データベース自体にない。レスリングには 130kg 級までしかなく、体重が増えたことからレスリングを諦め、20歳の時から相撲に取り組むようになった。2001年の世界相撲選手権大会の重量級で3位の成績を残し、 欧州選手権大会では優勝した。2002年2月に父親の知人から元横綱大宝を通して来日。弟は北の海部屋に所属していた元大相撲力士の白露さんで同部屋に入門するつもりだった。しかし規則で外国人力士は一部屋一人と決まっていたため、自身は3ヶ月間北の湖部屋で過ごし、その後大宝部屋に移った。 死個名の露法は、元横綱大法とロシアのロの字を組み合わせた。初土俵の2002年5月場所から19、連勝するなど出世は順調だった。2004年1月場所に0両に昇進し、2004年9月場所から新入幕を果たしたが、結果的に露法は大法が育てた最後の幕内力士となった。新入幕の場所では、 東前頭15枚目で10勝5敗の成績を残し、関東賞を受賞した。2005年3月場所で11勝、同年11月場所も10勝をマークするなど安定した成績を残していたが、西前頭筆頭で迎えた2005年5月場所では7勝8敗で、負け越し3役昇進を逃した。同、7月場所は、右足関節三角人体損傷などの影響もあり、 3勝8敗、4級に終わった。同、9月場所では8勝7敗、同、11月場所では、弟の白露さんと共に10勝5敗、2006年、1月場所では、東前頭2枚目で9勝6敗と3場所連続で、勝ち越した。その後、東小結びに昇進し、ロシア出身の力士では、初の三役となったが、同、3月場所は4勝11敗に終わり、 力の差を痛感させられた。同、7月場所では6日目まで4勝2敗とまずまずの成績を残していたが、7日目に、千代大会と睨み合いの上抗論となり、支度部屋の風呂場ドアのガラスを割れるなどして、協会から厳重注意を受けた。その後カメラマン2人に暴行し3日間の出場停止処分を受けたが、復帰した11日目のこと将棋苦戦で勝利し、その後も校長を維持。 8勝5敗に級と勝ち越した。同、9月場所は、西前頭筆頭で迎え火曜、古と欧州、千代大会、土地あずまの対戦した4大関全員に勝ち10勝5敗の、好成績を残したため、同、11月場所で、小結び復帰を果たし8勝7敗ながらも勝ち越し、成長したことを示した。その場所では、3組の兄弟力士が、 幕内に在位するという大相撲史上初めてのことが起きた。しかし、翌2007年1月場所は、同じ小結びで3勝12敗と大きく負け越し、番付を西前頭7枚目まで下げた。同年3月場所も、千秋楽に負け越した。しかし、翌5月場所では10勝5敗と勝ち越し、再び上位と当たる番付に戻った。翌、 7月場所は3日目までに3連勝していたものの、怪我により翌日から休場。この休場により、対戦相手の朝昇龍は、初めて不戦勝となった。2008年9月2日、日本相撲協会は10両以上の関取力士を対象にして実施した簡易キットによる抜き打ち尿検査において、ホーと白露山兄弟から、大麻の陽性反応が検出されたことを発表した。この結果、 兄弟は警視庁から任意で事情聴取を受けたが、大麻の所持や使用について本人は否認。また、家宅捜索でも大麻の所持の証拠は発見されなかった。しかし、専門機関での精密検査でも陽性反応が出たため、協会は9月8日に行われた理事会で白露さんと共に解雇することを決定した。この処分に対し、 白露山と共に解雇を無効とする訴訟を起こしたが、敗訴している。各界を追放されて5年後の2013年7月21日、一般客として、7月場所千秋楽を観戦しに訪れたが、この時に関係者以外立ち入り禁止となっている、支度部屋に立ち入り、大須の嵐ら親しい力士と挨拶をした。常実の通り、露法は解雇されたので当然関係者ではなく、 支度部屋への人の出入りを監視していた観察委員会が注意喚起をされることになった。その後はロシアに帰国したが、現在の詳しい状況並びに消息は不明である。一説には飲食店に就職したとも言われる。右四つからの寄りや豪快な上、手投げを得意とした。22歳と入門が遅かったためか、レスリングの癖が抜けず、大柄な体格だが引き技を多用した。 2006年7月15日、7月場所7日目の大関千代大会戦では、勝負が決着したにもかかわらず、土俵下で千代大会を睨みつけて、口論になる。このことについて、北の海理事長は、勝負がついたのに睨み合うのは礼を書いた行為と注意を与えた。その後、露法は礼をせずに土俵を降りたことで、審判部に呼び出され、九十審判部副部長から厳重注意を受けた。 興奮した露法は、打ち出し後に、風呂場ドアのガラスを拳で割り、その細かい破片が、チ代大会の体のあちこちに刺さった。打ち出し後で、親方衆が帰り支度をしている、役員室に、チ代大会と露法は呼び出され、北の海理事長が事情を聞き、いつまでも、遺婚を残すな。握手して仲直りしなさいと、料理騎士に促した。その時に、が、チ大会に、 これからも頑張ってと握手の手を出した。加害者が先輩かつ番付上位の被害者力士に対して使ってはいけない言葉であったため、その場で16台大竹が、露法の顔面を平手打ちしている。その後、露法はフラッシュを嫌がり、様子を撮影しようとした名古屋場所取材中の毎日新聞社、中日新聞社のカメラマン二人の顔を平手でお出し、 毎日新聞社のカメラマンに打撲を負わせる事件を起こした。路方には8日目から3日間の出場停止処分が下され、師匠の16代大竹が監督責任を問われる形で、原稿3ヶ月の処分を受けた。これについて北野海理事長は、3日間の出場停止で勝ち越しも難しくなる。重い処分だと思う。とコメントした。 2007年5月場所初日では待ったをかけたか否かで、行事、木村正直ともめて、悪態をつき、九十審判部副部長から苦言を呈された。また、同場所3日目にも、対抗検診戦で、すでに勝利が決まっているにもかかわらず、後検診を土俵下へ突き落とした。翌日後検査官に、直接謝罪したものの、離れ駒審判部長は、これ以上問題を起こせ、 2008年9月8日、大麻所持及び吸引を理由に、教会から解雇処分を受けた。これに対し白露さんとともに、この処分を無効とする訴訟を起こしている。逮捕は、黒でも信用したいしたいじゃなくてするんだ。と検査結果に関係なく露法の立場を支持する方針であった。2009年6月29日に開かれた、 口頭弁論での本人尋問においては、露法は曲げをゆいばおりをまとって、力士としての姿で出廷した。この訴訟は、露法と白露さんの敗訴が確定した。大相撲力士大麻問題の項も参照。鈴川真一が二度目の逮捕となった際、抜き打ち検査の1ヶ月前に、同じロシア出身の和歌の方が、大麻所持の疑いで逮捕されたんです。真偽はわかりませんが、 ロホは周囲にこう言って笑っていました。捕まる前に俺は、隅田川に捨てたよ、とと伝えられた。粗暴さばかりが目立つが、大宝部屋出身の世話人、トモホーの著書によると、大宝親方の指導には最後まで忠実であったという。このトモホーの証言を裏付けるエピソードが存在する。2004年7月場所5日目、当時東重量筆頭の身で土俵に上がったロホは、 初めて検証金を獲得した。その日の夕方、宿舎に戻るなりこの時点で定年間際であった、大法に報告し、祝いの品として獲得した検証そのものを大法に、渡したが、その気持ちだけで十分。故郷に送れば両親が喜ぶぞ。と大法は遠慮した。しかし老法は、それでは、この検証でプレゼントをしたいのですが、何がいいですかと食い下がり、 この重ねての申し出に大砲は、その腕を思う気持ちと、今場所の勝ち越しが俺の一番欲しいプレゼントだ。今場所勝ち越せば、入幕は間違いなしだから、早く勝ち越せ。と嬉し涙を浮かべながら顔を真っ赤にして孤児した。師匠の激励に応えてか、露鵬は、この場所を十勝5敗の好成績で締めくくった。このこともあり大鵬も、露鵬を非常に可愛がっており、 両方が解雇された際には、助けてやれなかったと悔やんでいたという。ありがとうございます。